朝ライブ配信してたんですが、あ、ここだ、ここの場所から渋滞してたんですが、でーでんということで、改めましてこの辺りがフリードリンクだそうです。ということで撮ってまいりました。よいしょーということでプールやってまいりました。サリカップコンジャノボです。本日はコストコのできる南城市コストコオープン日に、なんと南城市にお泊まりに行きたいと思います。ということで本日は南城市にお泊まりの動画です。それではもう今日は前置きなく、よいしょ、それでは行きましょう。ということでホテルに向かっておりますが、朝渋滞していたポイントというか、先ほど言ったようにコストコのオープン日、朝ライブ配信してたんですが、あ、ここだ、ここの場所から渋滞してたんですが、渋滞すでに今4時18分解消されております。でホテルとは全く関係ないですが、この辺全然進まなかったんですけど大丈夫ですね、進んでおります。それでは無事ユインチホテル、あ、言ってませんでしたね、ホテルはこちらの先の南城市の市役所の目の前にあるユインチホテルに行きたいと思います。イエーイ。朝 U ターンしたポイントがこちらでございます。全然大丈夫ですね、南城市の市役所もスイスイです。この時間だったら大丈夫そうですが、この先どうなってるか私は知りません。ということでホテルはこちらでございます。こちら左看板がこちらから入ると見えづらいですが、よくしょー、到着。ここは温泉ですね。こちらの先、久々、多分前回も動画にしたかもしれませんが、2度目の宿泊です。ユインチホテルです。でーでんということで、改めましてユインチホテルでございます。ユインチホテル何城だったかな、ちょっと正式名称細かく忘れましたが、こちらでございます。今日から1泊だけですがお世話に乗ります。ちょっとプランとかちょっと変わったって、最近ちょっとシステム変わったのかな、ちょっといろいろなんかお得な感じだったので、こちらちょっと値段はしたんですが、まだ安いかな。こちらの方に泊まりたいと思います。それでは入っていきましょう。それではユインチホテル南城、こちらでございます。よいしょ、まずはチェックインさせていただきます。よいしょ、ということでチェックインしたんですが、残念ながらお部屋の方がまだ準備できてないということで、今一旦ですね、なんと6階にラウンジができていて、なんか宿泊者全員使えるのかな、なんか実は全員使えると思ってなかったんですけど、6階のラウンジにやってまいりました。まあ、ちょっとこっちでゆっくりしてる間に多分大丈夫なはずなので、とりあえずちょっとゆっくりしてこちらで部屋の準備ができるのを待ちたいと思います。ということでこの辺りがフリードリンクだそうです。琉球ハーブティーとか、こっちも琉球ハーブティー、これはこういうコーヒーも、あ、コーヒー向こうにあるかな。こっちはジュースに、あとコーヒーもあります。あとちょっとしたこんな焼き菓子があります。自家製クッキーにチョコカップケーキでございます。ちなみにラウンジは9時から21時。あ、アルコールは6時から21時なんですね。あれ、販売なのか。有料だそうです。あれ、無料だと思ってた。とりあえず、それでは、とりあえずゆっくりしたいと思います。ということで部屋の準備ができたということで、フロントに戻ってまいりました。それではチェックインします。ということでチェックインは完了いたしました。それでお部屋の方に行きましょう。ということで本日お世話になるのは543号室です。ということで開けます。バン。ということでお部屋の中入りました。いきなりバン、おー、海、どっちだろう、これ宜野湾方面が見えてますね。ちょっと片振りめっちゃしてるめっちゃ雨降ってますが、こちら南城市の南の方も降ってますが、北側も降ってるようです。すごい雨降ってますね。こんな感じの景色です。4階なので結構いいですね。しかももともとが高台にあるので結構景色はいい感じです。そしてちょっと雨降ってるので外に出ませんが、こんな感じで外にテラスみたいな感じでテーブルと椅子はあります。いきなりですがお風呂で、お風呂は手狭な感じです。ユニットバスですね。でもお風呂から窓があって海が望みます。それはいいかもしれない。でも湯船に入っての目線は無理ですね。そしてシャンプーとかコンディショナーはこちら備え付きで、こちらのメーカーのものです。すいません、読めない、どこに書いてある、どこだ、アロマエッセゴールドシャンプーって書いてますが、メーカーとかすいません、どこに書いてあるんだ、業務用って書いてるだけでメーカー書いてないかな。こんな感じでございます。ということで本日もよろしくお願いいたします。そしてお部屋はこんな感じです。ベッドは今回は3ベッドでございます。中置きはありますけど、
3ベッドでついに多分こっちがエキストラベッドの感じですね。若干サイズが小さいです。こんな感じです。よいしょ。ということでルームツアーできる状態じゃないので、もしできたらやりたいと思います。ということで晩御飯でございます。本日はなんと合わせそば三栄で買ってまいりました。晩御飯はついてないので普通にこんな感じで今日はいただきます。よいしょ。あれ開いてない。ということでそば出来上がりました。そしてタコライスもこちら三栄のタコライスです。それではいただきます。ということでもう夜も更けてまいりました。でもほとんど何もしてませんが、しかもピンと全く合いませんが、ピンボケでこんな感じの夜景になっております。一瞬窓開けますがこんな感じです。ってわかるかな、こんな感じになってます。ということで夜になりましたのでちょっと外に出てお風呂、大浴場こっちかな、行きたいと思います。ちなみに泊まってるのはアネックス棟なんで同じとこですね。そのまま1階に向かいます。1階、よいしょ、ドアが閉まります。ちなみにこんな混雑予想時間がありますね。なんか面白いですね。温泉は今の時間まだ9時になってないから空いてるかな。7時回ってますね。20時になってないな。まあいっか、行きます。それではこちらの別館のエンジンの湯へ行きたいと思います。でどこだ、あ、そっちだ。こちらからお進みください。なんかよくわかんないけどとりあえずこっちに行くと、なんだろう、あ、濡れてるんですね。こっちから行きまーす。おお、なんか外ちょっと気持ちいい。ちょっと夕暮れぐらいかな。すんごい土砂降り降ってたんで多分さっきのびしょびしょもそんなそれの影響でしょうね。あちらの赤いところが温泉です。それでは入ります。多分お風呂はこのルームキーで行けるのかな。とりあえず行ってみます。タオルもこちらの温泉でいただきます。お風呂ゆっくり使っていきます。シャーということでスッキリでございます。なかなか気持ちよかったです。こんな感じのなんか不思議な空間もあります。エンジンの湯でした。雨止んでるかな、見たことあるかもしれませんがエンジンの湯です。ってか冷た。ちなみにわかるかなって、全くわかんないですね。暗がりでこんな館内着がありまして、館内着で移動しております。多分大丈夫ですよね。上がこんな紺色で下がですねこんな感じの白い、なんだこの感じの沖縄っぽい模様かな。こんな感じの館内着です。ちなみに多分使っていいと思うんですけど、お風呂にこういったなんだちょっとしたカバンっていうか袋があったんでこれ利用させていただきました。こんな心遣いちょっと嬉しいです。そしてちなみにラウンジにまた戻ってまいりましたが、来てみましたが夜のアルコールメニューです。こんな感じですね。サンゴビールとかビール系、あとスナックなんかもあるようです。まあ僕はちょっと風呂上がりにコーヒーいただいていきます。ということでラウンジ出てまいりました。最後の一杯ちょっと持ち帰りいただきましたが、これラウンジがあるなメインのフロアの2階部分ですね。1階がフロントです。2階もこんな感じになってて、また明日また紹介しますが、レストラン、朝ごはん食べるレストランとかあります。そしてちなみに僕泊まってるのはこのアネックス棟、ちょっと別の棟ですね。温泉がある棟と同じ棟、温泉とは違う棟か、温泉に近い棟ですね。こちらの方の4階に泊まっております。ちょっと今度は渡り廊下になってます。2階部分と1階部分も同じ、ちょっと似たような雰囲気かな。こちらでアネックスとあちらの正面のエレベーターに上がっていきます。それでは最後に夜に一杯いただいております。それでは皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。ということで朝を迎えました。もうとっくに朝日は上がっております。朝はこんな景色です。結構雨も上がっていい天気そうな感じです。まあ、ちょっとなんか傾きそうな雲はいっぱいありますが、いいお天気そうです。あっちのプールに今日は楽しみます。まあ、その前にですね朝ごはんでございます。これから朝ごはんに行ってきます。それではレストラン向かってます。なんかレストランじゃなくて宴会場みたいです。宴会場に行きます。夏休みだからお客さんいっぱいなんでしょうね。それでは左です。左と
ということで、こんな感じの宴会会場です。まだオープンしたばっかりなんで、そんな人いないのでゆっくり行きたいと思います。ということで、朝ごはんはこんな感じです。この辺は和食ゾーンかな。もずくもあります。フーチャンプルー、チャンプルーはフーみたいですね。フーチャンプルーで、鮭に、筑前に、そしてこれは何あれか名前が出てこないんですが、豆腐かな、普通に豆腐か、普通豆腐、自家製豆腐でした。そしてこっち振り向けば、サラダにシューマイ、そして唐揚げとかナゲットかな、こんな感じで、ごなソーセージもあります。いい感じですね。そしてなんだこれ、ザッと踏まえて、すいません今開けれないんですが、こんな感じで漬けマグロがあって、海ぶどうあります。なんか新鮮そうな海ぶどう、海ぶどう、でもあんたは南城市のやつだ。そしてお油脂豆腐があって、沖縄そば、イカスミの沖縄そばがあります。そしてこの辺はご飯ですね。白がゆもあります。あとパンも。そしてこちらにパン、デザート、バナナ。そしてヨーグルトがあって、こちらに飲み物になります。飲み物はあ、これ黒いのウーロン茶か、そんな感じかな。ウーロン茶とマンゴー、あとデトックスウォーターがある感じですね。あ、アセロラとかも、牛乳もあります。お、そしてあ、アイスがある。バニラアイスとマンゴーシャーベットがあります。それでは取っていきます。ということで取ってまいりました。がっつり取ってきました。こちらが、まあ、和食な感じですけど、ソーセージ入ってます。そしてサラダ、サラダがなんかこんなごぼうのサラダがありました、ね、そして温野菜があったんですが、くじみじわのお味噌をつけていただくそうです。そして雑穀米の横にとろろと、あとオクラをこうなんか潰したやつが、それをかけて食べるのかなと思って、こんな感じです。それではいただいていきます。ちょっと変わったこのとろろ、しかも南城の雑穀米だそうです。それではこちらいただきます。美味しい、ということでごちそうさまでした。すいません、ちょっと子供が落としたオレンジとか入ってますが、お腹いっぱいでございます。いいのろっていうことで、こちら油脂豆腐イカスミそばを作ってまいりました。中のそばはイカスミです。その上に横にあった油脂豆腐を乗っけて、いただきます。いただきます。そして最後こちらアイス、そしてヨーグルトにこれ黒蜜入れました。そしてコーヒー最後にいただいていきます。それではお食事終了です。さようなら、ごちそうさまです。しかし今日はいいお天気そうです。ちょっとお部屋でくつろいでプール行きたいと思います。もうほぼプールの格好です。ということでプールに向かいましょうという前に、ちょっと全然ルームツアーしてなかったので、今ぐちゃぐちゃなんですけど、簡単にやってないところだけ簡単にさせていただきます。ちなみにこちらハンガーはですね、こんな感じでこのドアの玄関のところにあってハンガーがあります。そしてこんなファブリーズみたいなのも完備されてます。そしてここに寝巻き、多分館内着、お風呂後に見せてたと思いますが、館内着が入ってて、あとドライヤーはこんな、パナソニックのタイプです。確かお風呂に置いてあったのもこんな感じだと思います。そしてお風呂に多分持っていくようだと思うんですが、使ってたこの青いこういったビニール袋も用意されてました。あとテレビはシャープのこれな、40型ぐらいかな、40インチぐらいだと思います。そして冷蔵庫がこちらに、こんな下にこれぐらいのサイズでありました。あとはそんなとこかな。あとセキュリティボックスとコップは、人数分用意されてます。煎茶がありました。すいません、余ってるんでもらって帰ろうかな。そして照明があって、一応ソファーはこんな感じで、小さな2人ぐらいがギリギリ、大人だと2人が座れるぐらいサイズ分のものと、小さなテーブルでした。ちょっとこのテーブルでご飯食べてたんで結構大変でした。ということでこんな感じです。それではプールに行きましょう。よいしょー、ということでプールやってまいりました。プールで楽しんでいきたいと思います。
ということで突然ですがプールも終えました。しかもチェックアウトも終えました。チェックアウトはですね、僕がというより、あの、僕が遊んでる間に妻がチェックアウトしてしまいました。一応チェックアウトは11時なんですけど、プールはですね、なんと今日の夜まで、夜までっていうか夕方までか、利用することができます。なんですけど、一応もう今日は私たちはですね、まあ、子供がちっちゃいのもあって午前中で終了でございます。ということで、こちらの遊園地ホテル南城終了でございます。本当に一泊でしたが楽しい時間でした。ありがとうございました。ということで、本日は沖縄県南城市にある遊園地ホテル南城、こちらのエンジンの湯、こちらも利用することができるプランで、まあ、楽しませていただきました。もう基本的はなんかほぼほぼ込み込みのプランばっかりなのかな。今回チュラ特産のプランで、なんか込み込みが売りですよみたいな感じのプランで撮ったと思ったんですけど、なんか宿泊者全員がそんな、なんかレジャープールももちろん6階のラウンジ、ソフトドリンクだけですがフリードリンクの6階のラウンジも利用可能なプランでした。多分宿泊者皆さん利用できるのかなっていう感じです。そしてお風呂、まあ、多分久しぶりに入ったんですが、かなりあれなんていうんですか、鉄臭い感じですね。特徴のある温泉でした。楽しかったです。でちなみにこちら右に行くとコストコなんですが、オープン日2日目なんか全然空いてますね。オープン日当日は多分この坂もですね、めちゃめちゃ混んでたので、来るときこの道選ばなかったんですけど、全然空いてますね。 Google マップで見る限りコストコ周辺はさすがに渋滞してるみたいなんですが、2日目でこの辺りは空いてるということで、皆さんどれだけオープン当日に行ったんですかね、とちょっと関係ない余談ですが、遊園地ホテル南城楽しませていただきました。ありがとうございました。楽しかったですか？はい。ということで、本日は改めまして沖縄県南城市にある遊園地ホテル南城で楽しく一泊過ごさせていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。さあ、リカ、バイバーイ。